続いては、大竹紳志交有録、毎週水曜日、北郎教授です。はい、こんにちは。こんにちは。スマホをね、持ってないのにね。スマートウォッチ買っちゃった。どういうこと。えどういうこと。俺、俺、ネットでね。あの、あの万歩計の代わりになると思って。あ、これでいいや、万歩計やって、時計も見れるしと思ったら。これ、スマホを持ってないとね、聞かないな。 時計も合わせられないどうやって時計を合わせればいいのかと思って説明書いくら読んでも分かんないスマホと連動してるってこと同期してんだね同期しないとダメなのじゃあスマホ買わなきゃじゃないですかだから人のスマホで同期してもらってるだ,だから俺の情報は人の携帯に入る俺のだってスマホ持ってないんだもんこれ、うん、その説明書知らずに 買っちゃってのこれでだけでいけると思うたいけると思ったんだそれ永遠に時間が合わないんだよそれいくらするのこれ七千円ぐらい全機能がそれに入ってるってやつマンポケにしてはちょっと高いけど心拍数とかもね心拍数とかいろんなもの測れる相撲がないないとダメなんだろ相撲がなくたって同期してもらえば あもう全部使えるの一応はねののスマホで見なくてもこの時計の中で見れる、うん、何歩歩いたか5800歩歩いたとか全部出るもいいこれでも時計が合わなかっただけでもその人のスマホに記録されちゃ、ね、う,う,うんでももう井上の男とか、うん、マネージャーさん、ね、マネー時計合いましたぴったりマネージャーのところにはいらない情報がたくさんいってるってことです、ね、うれか 性格なんだ。よと時十八分ぴったりなんだね。みんな腕時計してるね。ね。ダメ。スマホ持たない人は声のもう買っちゃダメっていうかそれ知らなかったってのは恐ろしいよ。中谷さんにいきなり笑われた。うちのマネージャーね。うん。スマホないのにな何かって。マンボケだけじゃダメだった。マンボケは大丈夫。 時計があれば万歩計を使える。あのゴルフ場でさ、あのなんかなピンまでナイヤードとか出るやつあるじゃん。あれはあれだけ買えばいいの。あれスマホなくても大丈夫なの知らない。そういうのもあるんですか。いろいろあるんだよ。それもスマホ欲しいんじゃないの？スマホと同期してると思うよ。同期わかるお前。わかんない。同期入れじゃないんだ。繋がってるってこと同期。ど同期？同期。 だからカメ,<機>カメラが3台ぐらいあった時、うん、動機を合わせるって言ってやって動機を合わせるわけよ。ねそれを動機っての息切れじゃないんだよカメラ3台あってパンってこれ, <laughs> これも俺もよく分からんい <laughs> 同時に回るようにカメラ3台でちゃんとよいどんにタイムを合わせるために動機を合わせるってう そうするとな後で編集しやすいとかそういうことか合ってればこの時間カメラ向こうに映った時とかでももうこれすぐ開けると思うけどとりあえずはねも正確かかどうな腰につけるやつでいいじゃんあれでいいんだよねあれがね意外となくしちゃうんだねあれねあれだってあそうか携帯持って歩いてりゃ携帯にマンポケ出るよ出るよね携帯持ってないもんね 携帯買えよいやだその情報社会に俺はもう抵抗するんだもんだったらそんな腕時計つけるなよだからこれはマンポケの代わりにと思っただけ<笑><笑>それがもうそれでねまあこれは <laughs> これは当分つけるから、うん、時間が分かるし何歩歩いたか分かるしかんで寝,寝てる間にねもうね心,心拍数は分かんない分かるよ心拍数も分かる,分かる体温は どんだけ寝たあの熟睡度とかも出るんだけどあれ出ないおかしいなと思ったらはめてないとだめみたいね寝てるとき寝てるときに枕元たらそりゃそうだよそりゃそうだこっから情報を得るんだからな寝てる時ははめてなきゃ出ないんだよそれはね体温見たってな外してる時に体温出なね。枕元の気温が出るでしょ気温が出ちゃったりするよなそれではあの これはね違う話ねはいどっちの話が面白いかわからないんだけどあの散歩しててねはい両手を広げてでちょっと待って両手をどこに広げんだよ左右みたいなバーってこう両手を左右に広げるのね飛行機の翼みたいにねそう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 上じゃないのねそれで おばさんねもう60は過ぎてるおばさんなんだけどうん、うん、両手を広げて、うん、耳にイヤホンして、うん、で歩いてる。うん、で、うん、意外とピッと歩いてるならいいけどヨロヨロしてる意外とねそのおばさん。で俺ね、うん ちょっとみんな気になって振り向いて見るんだけどあのおばさん何してんだろうってよ俺それ以上にね興味を持ったのはねあのおばさんどんな音楽を聴いてるんだろう音楽を聴いてるかラジオ聴いてるか分かんないけどイヤホンしてるどで歩いてきてるあのおばさんにね何の曲を聴いてるのかを考えてる時間がね ものすごく楽しくなってね「うん、翼をください」をかけてんのかなとか、うんうん、あと「翼の折れたエンジェル」っていうのがあるでしょ「はいはい、スカイハイも「s,、はい、<S スカイハイなんか聴いてたら、うん、あのおばさんかっこいいなと思うんだけどあのおばさんが聴いてた、ね、音楽に一番合うのはね、うん、この「異邦人」。 絶対、とりあえずおばさんがちょっとよろよろ、両手を広げてる絵をちょっと想像して。はい、で異邦人をちょっとかけてくる。うん、おこんな打ち合わせまでしてたんだ。そうそう、これが面白いから。うん、あのおばさん想像して、よろよろ歩いてんだよ。よろよろかなあ。あ、イントロ長いねあら。あのおばさん、おばさん、おばあちゃん。 この裏聞いてんだよ。ほら、おばさんがこの歌聞いてんだよ。この歌じゃないじゃん。違う違う。いや、翼をくださいもね。意外とね。で、いろんな曲を聴きながらね。あの両手を広げてね。聞いてみたらね。どんな曲も合う。あ、そう。意外と両手広げるっていうのは。人間にとって素晴らしい行為なんだね。多分。 どんな音楽も意外と合うんだう。よ、うん、意外といけます。普通の人がやらないのはどうしてだ？それはやっぱそれ恥ずかしいだろう。ね、両手広げて散歩してたら。ああ、うんうん。でもそのおばさんは多分そこを超越したってことんうん。ちょっとの、ね、あの、うん、ちょっと危険な感じもする感じのおばさんではあったんだけどね。危険な感じが。え、うん。あ,あちょっとな、ね。びぎでもいいだろう。スクッと手を上げると。 音楽がすごくこう中に入ってくる、うん、いろんな曲でもいける。スカイハイなんか最高だったよ。うん、タイタニックはどうだ？<え>タタいいね。タイタニックあの広げる感じだね <laughs> あ。あれは戦場のメリークリスマス。うん、あいい感じだね。でもそれは、うん、あのおばさんは聞いてないなあばあちゃんはなあと思ってこういうでもなんか頭の中で遊んでるともうおかしくなっちゃって。これでしょう 本当にあのあれで落語かなんか聞いてたらがっかりだけどね両手を広げて「あのおばさん何聞いてんだろうな?」「焦点のテーマいけるかないけるよ」「ちゃんちゃら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 」「ほらちゃんちゃん」「ほら全然いけるだろいけるかないけるよ。君何思った ジュディ・オング。あいいね。つまん広げてくもんね。ケタール君がなか思ったな何か思ったらしいなっていうのはね。まあそういう。まあインスピアは来そうですよね。そうでも散歩してるとそういうのに遭遇するときはやっぱちょっと楽しいよな。えらいいろんな人がいるなと思って世の中には。 じゃあ来週は多分お前がそれ両手を広げて散歩してるっていうちょっとやってる。でもいい方かけていやいやだから人がいないところでやるにはいいけど人がねこう交互にすれ違ったりするとやっぱ恥ずかしいよねみんな見てた見てた振り向いてたあのおばさんどうしちゃったんだろうって感じでなんか飛んでいっちゃうんじゃないか飛んでいっちゃうじゃないかでもいいな今度俺もやる両手広げて。 両手広げて聞くためのサウンドトラック欲しいですねいいねそれでね違うんだけどこれはしちゃいけないっていうことをね俺はねしたんだよねまあ大したことじゃないその時け方りとかね違うそれは一番やっちゃいけないですね一昨日ねあの王将戦があったでしょ羽生さんと羽生さんとはいはい

だからこのその間にサッカー見てりゃいいやと思ったら全然だめねそのやり方集中しないで両方とも入ってこない将棋打たないから1時間半後打たないからと思うんだけどいつ打つのかないつ打つのかな気になっちゃって釣りと一緒だね全然釣れないんだけど見ちゃうっていうねでも羽生さんが角取り替えたりしたんだろう最初にね 核交換一定損なんだけど俺あの必要だよね私素人素人だけど将棋を覚えたての時によく核交換して核はね持ってた方が面白いんで将棋が打てるとこどこでも打てるからね両方見て両方とも中途半端になっちゃったって話鈴木さんそうだからダメそんなあの欲変いちゃう どっちか一つにしなきゃダメだったね。今頃気がいたってことでも羽生さんおしっこ意外と出すんだよ。打ってる間にねなかなか返ってこないんだだよからあれだよ。 やっぱしこの番組で今日最初にやったように頻尿のツボをちゃんとハハハさんは押しな押さなきゃダメなんだよね。だからあのおしっこから帰なかなか帰ってこないからそれも気になっちゃって、うんうん、将棋よりも。<laughs> そうか <laughs> なんでこんな帰ってこないんだろう,、うん、うんこしてんじゃないかなと思う。やめなさい。考えてんだよね。トイレタイムはトイレって言うんですか。いや自分自ら立って。 あの遠路に行くの、それは自分の持ち時間の中で行くわけだから、問題はないわけね。問題ないよ。あれ何時間ぐらいやるの将棋って？二日にかけて。一勝負？うん。あそんなに長いでやってんの？そうだよ。かん脳の中を見てみたいぐらいに全然打たないね。羽生さん負けたんだっけ？負けた。負けたよな、確かに。やっぱ藤井さんすごいよな。でも見ててね。 今面白くないのはね AI がね最善手一番いい手をね紹介するわけ予予想想ししちゃううのんの。それでそれだから昔あんなのなかったから解説者が「わ素晴らしい手ですね」とか言うんで見てて盛り上がったんだけど最善手がもう分かっちゃってるからそこよりも素晴らしい手はう。 ないってことだん、ね、AI の方が完璧にすごいから、うん、頭脳が。核交換は AI は予測した。核交換はもう最初の最初だからね。うん、多分予測しないと思うよ。でもずっとゴブだったの。あ、そうなんだ。ゴブっていうのも AI もゴブだったの。AI が出すわけどっちが勝つかう、はい、あれを途中でタイズ。はいはい。 もうずっとほとんど五十パーセントぐらい出てた、別れて。互角の戦いだ。である程度。そんなのが分かっちゃうんですね。ねそ,そ,そ,そこから揺れるわけ、藤井がちょっと有利になったとか。うん、そんなのもね。うん、いらないよ、もうどっちが有利になったとか。見てて、うん、ああいう。余計なものがある。がさっきの、あの、スマホとは逆に。 消す機能みたいなついてないのついてほしいな AI 予測消してくださいみたいなできないうん。あ、なかなかいい意見だねなんだそれすごいねなるべきだ終わっちゃったさあここでお時間です北野教授また来週もよろしくお願いします明日のこの時間は新聞記者餅月磯子さん登場ですお知らせの後は交通情報です両手を広げよ